皆さまこんにちはカナダ・アルバータ大学の青木ひろみとサイモン・フレーザー大学の武井直子です発表のタイトルは共同プロジェクトを通して育てる教師の専門性についてですはじめに、研究の背景と目的を説明します今回、研究の対象となった日本語教師のグループは共同で国際交流基金の助成を受けた ビデ,ビデオ教材の制作にに取り組み2年にわたたって定期的なミーティングを持ちました開始から1年第1期のビデオ制作が終了した時基金への報告書を準備するためにメンバーそれぞれが200から300字程度の感想文を書いてみるとそこには「学んだ」「成長」という言葉が大きく見られこの共同プロジェクトには「 ビデオ教材という成果物以外の効果があったことが確認できましたそこで今回の共同プロジェクトでメンバーが得た学びや成長がどのようなことを指しているのかそしてそれはどのようにもたらされたのかを究明することは日本語教師の専門性について考える上で有効な新しい示唆を得ることができるのではないかと考えて研究に取り組みました。 次に教師の専門性の捉え方についてどのようなことが議論されてきたのか簡単に振り返ります。日本国内外の日本語学習者の多様化を踏まえて文化庁が発表した日本語教師に求められる資質・能力のリストは日本語教師を専門とする者が習得すべき知識や技術の固定的な記述です。それに対し、立岡2019や 古ほか2019 2021、は、日本語教師が活動する多様で流動的なフィールドに連動した教育観とその実現方法を施行する過程と考え専門性を個別的,の個別的動態的なプロセスと捉えるべきだと提案しています私たちがこのプロジェクトで経験したこともワークショップや講座への参加から得られる知識や技術ではなく 成長の過程であったと捉え教師が成長し続けることまたは教師が自身の日本語教育観を更新し続ける過程が見えるのではないかと思いました教師の自己成長に関する先行研究では教師の成長を促すものとして個人の内政が有効と言われていますがそこに他者との関わりは言及されていません 横溝2000がその例の例つですそれに対して最近は共同が教師の成長に重要であると主張する研究が増えてきました例えば立岡2016は学び合いコミュニティの中で他者の教育観に触れ気づきを得ることで内政を促すことができると主張します同じように島津ほか2022ではコミュニティに参加することで 教師がアイデンティティィをを形成するる機会を得ると述べていますまた伊達ほか2019と牛久保2015は「個人ではできない内政を共同が促す」と主張しています伊達ほかは他者からの質問を通して自分にはなかった観点からの自問自答が可能になり自身の行動や変化が明確に見えてくると述べ牛久保は「 教師にとっての拘束性をもたらす従来の自己成長論を批判し、新たな教育観を生み出すためには、立場や考え方の違いを超えた同僚性の構築が必要と強調しています。私たちのリサーチクエスチョンは二つあります。一、共同プロジェクトに参加した教師たちが、自己成長と感じたのはどのようなことだったのか。 そそしてれれはどののようにもたたらされたのか2共同作業を通して得られる自己成長の要因として同僚性または他者との関わりの構築が挙げられていますが今回のプロジェクトでも同僚性の構築があったのかあったのであればどのような同僚性を築くことができたのか。 プロジェクトの概要を簡単に説明しますまず内容ですがオンラインで共有できる初級日本語学習者のためのビデオ教材を共同で作成することでした目的は教材作成にかかる教師の作業時間の短縮と複数の教師でアイデアを出し合ってより良いものを作ることですこのプロジェクトは国際交流基金の助成金を受けています 参加したのはカナダの異なる大学の常勤教師7名です期間は2年間通して行われました最初の1年目を第1期次の1年を第2期としますミーティングはズームを使って行いましたミーティングの回数時間ですが第1期はほぼ週1回のペースで1回につき2時間以上 第2期は月月回回かから2回のミーティングに時間以上かけました調査方法ですこの調査に参加したのはプロジェクトのメンバーのうち6人男性1人女性5人です日本語教師歴は12年から28年になりますこの参加者に振り返りの感想文を書いてもらいました感想文ではプロジェクトを通して学んだものは何か そしてそれをどうして得ることができたのか所属校で経験できなかったことは何かという二つの質問に答える形で記入してもらいました文字制限は設けず自由,自由記入方式としました感想文を用いた理由ですが回答に聞き手による影響が出にくいことまた聞き手書き手が自分のペースで考え書き直しも可能なことから 熟考した考えが引き出せるのではないかと考えてのことです分析方法ですこの研究で使ったのは広瀬20 2018年で紹介されているグラウンデッドセオリー的テキストマイニングアプローチですこれはテキストマイニングによる計量的分析と質的分析の混合型分析方法です 文脈や行間を読み取ることができないなどの計量的分析の弱みと、研究者の解釈に影響される信頼性が低いなどの質的分析の弱みを補完する試みです。具体的な手順としましては、テキストマイニングツール KH コーダーによる全員の感想文から品質語を抽出します。そして、使用頻度の高い単語を確認します。 次に、に KH コーダーーダよって、えー、狂気ネットワークの作成をしますここでは品質語の使われ方つまり他の語との狂気関係を確認しましたそして1人ずつの品質語も抽出し1で抽出された品質語のリストに個人の偏りがないか確認しますそして分析対象となるキーワードの確定をし本文に戻り 文脈の中でキーワードが使われた箇所の記述を分析しましたまずこれが KH コーダーを使用して抽出した品質語のリストです使用した抽出語の総数は1762で異なり語数は655です文は全部で123ありました この中から日本語や教師などプロジェクト自体を説明することに使われる一般的な言葉には注目せず教師6人が感想文に共通して使用頻度が高かった5つの名詞を抽出しました名詞だけ使用することにしたのは狂気ネットワークで関連する言葉を一緒に分析することにしたからです そしてこちらは上位65の設定で作った狂気ネットワークです5つのキーワードが他の言葉とどのように関連しているかわかると思いますそしてここからは本文に戻って5つのキーワードと狂気する言葉を一緒に詳細に分析しました まずこのキーワードで一番頻度の高い「自分」という言葉ですがこの数字が高い理由が2つありますまず私たちは本業で忙しいメンバーに振り返り文を書いてもらう負担を減らすために感想文の最低文字数を設定しませんでしたそのため一番長い文章と一番短い文章との文字数の差が大きくなって一番長く書いた教師の 最単語が自分になっていたため全体としても最も頻度の高い名詞として提示されました2つ目の理由は自分という言葉の使われ方です本文で見てみると自分を私と置き換えれる意味で使っているところが多くこの場合の自分は分析から排除しました。このような理由を配慮しても 二番目に頻度の高い意見の頻度差も多く、六人の教師が共通して使っている言葉なので、キーワードとして取り扱うことにしました。本文中で見てみると、ここに例文を挙げているように、自分の偏見を確認することで他人の考え方が理解しやすくなった、とか、自分の教育観が浮き彫りにされた、とかあるように、 他を対象で見えてくる自分を表現していることがわかります。また、自分という言葉を狂気ネットワークで見てみると、他という言葉との協議が多いことがわかります。つまり、共同作業を通した自己内省は、他との対比によって引き起こされたと言えると思います。順番通りではありませんが、 つついいいいでににに番目に多いメンバーという言葉について説明しますこの言葉はプロジェクトメンバー全員を指すく時と他のメンバーの人たち自分以外のメンバーのように他の人を示す意味で使われることがありました。狂気ネットワークで見ると3つの言葉自分かメンバーが同じカタゴリでなくても 隣接していることがわかりますそのことからメンバーという言葉は他のメンバーのように自分とと対比すするたために使われれ考えられますそして次は2番目に頻度の高い言葉意見ですが多くの場合意見交換や似たような表現意見を交わすというような使われ方をしています意見交換が使われた文脈を見ると学んだ 考え出せられたという動詞化でくくられた文が多数あります。つまり意見交換から何か学ぶことがあったということが分かります。そしてどのような意見交換がされたのか詳しく見てみると正直な意見が4回、率直な意見が2回出現しており、また信頼関係という言葉と狂気しています。このことから 共同作業は単なる意見交換の場ではなく信頼関係に基づく腹を割った意見交換ができる場所だと言えると思います追加ですが意見に供給する動詞として供給ネットワークでは聞くという言葉が挙げられていますこのことから意見について聞くという行為にも重点が置かれたことが伺えます 次は4番目に多い経験という言葉ですが、2つの使われ方がありました。1つは今回のプロジェクトとは関係なく、自分や他の教師の経験値を記述するのに使われていました。そして2つ目が今回のプロジェクトについての記述です。今回の共同プロジェクトの経験を表す言葉として、今までにはない、新鮮なが一緒に使われています。 すべての教師がこのような表現をしているわけではありませんが6人のうち4人が日本語教師歴20年以上であることを考えるとその教師陣が今ままででははなないいい経験ととと表現すすす。ることに注目すべきか思最後に「話し合い」という言葉ですが突起すべきことは「意見」という言葉をあまり使わなかった教師が 代わりに話し合いという言葉を頻繁に使っていることですここに挙げている例文の最初の二つの文章は話し合いという言葉を多く使った教師の例文です話し合いは自分の考え方や行動を振り返る機会だったと記述していますこれは先ほど言及した意見もしくは意見交換と同じような文幕で使われていることがわかります 今回の共同作業では意見交換も話し合いも同じように学び気づき見つめ直すという行為に結びついたのだと言えると思います。分析のまととめめでですが、リサーチクエッションに答える形でまままてみました。ま、ず一つ目のクエスチョンですが今回の私たちのプロジェクトにおいて自己成長とはどんなことだったか。 ということですが、他という対象を持てたために、自分を目をす機会を与える場所だったと言えると思います。これは先行文献で、例えば、立岡が言う、他者の教育館に触れて内政を促進させる。また、立岡の研究で、自問自答では難しいが、他者との振り返りで可能になる。 という結果と一致していると思いますつまり一人ではできないが共同プロジェクトを通して得られる成長の過程だと言えると思います二つ目は同僚性についての質問ですが牛久保は教師の成長を促すのに必要なこととして共通の教育目的を持つ教師たちが同等な立場から率直な意見交換を行い 自らを改善できるような関係として同僚性の構築を挙げていますが今回の私たちの共同プロジェクトでも同僚性性ととええる関係性が築けたと言えます特にこのプロジェクトでは長期にわたり十分な信頼関係を築くことができたために正直な意見交換や丁寧な話し合いが容易になりさらに内政につながりやすい環境になった。 言ったと考えられますそしてこのような経験は教師歴の長さにかかわらず参加した教師の多くにとって新たな経験だったと言えるようです。今回の発表では計量分析と質的分析を組み合わせることによって客観的に教師の自己成長の過程を考察することを試みました。その中で プロジェクトのメンバーが共同を通して各々の教育観を内省し、こうして,していく姿が伺えました。それはまさに、動態的に専門性を育む教師たちの姿だったと言えるのではないかと思います。以上です。参考文献は以下の通りです。ご清聴ありがとうございました。こちらは、 今回私たちの共同プロジェクトで作ったビデオのウェブサイトです。お時間のあるときにご覧ください。